はい。数学を担当します。鈴木真奈とです。よろしくお願いします。さあ、そしたらですね、今回からですね、独立思考とかっていうものをやっていくんですけど、ね、今までは基本的になんかね、こう実験のところで、一回サイコロを投げましたとか、コインを一回投げましたとか、袋から球を 取り出しました。みたいなですね。結局、一回しか実験を行ってないものが多いんですけど、なんか、複数回行うこともあるし、サイコロを投げて、コインを投げてみたいなさ、別の実験を合わせることも考えられるわけだよね。だから今回は、そういった複数の思考、これを織り混ぜていきたいんだけど、その時に、独立って、 っていうのが一つキーワードになります。その独立っていうものは何なのかとかっていうのをね、確認しながら進んでいきましょう。では、まず具体例です。どうぞ。はい。えー、確率丸六。独立思考と確率ですね。えー、過去一番。一個のサイコロを投げましょう。この時3の倍数の目が出る確率。うん、これは今まで通りですよね。 過去二2番、1枚の効果を投げる。この時表が出る確率。これも今まで通りですね。なんか一つの実験を1回行いましたって感じだ。でもカッコ3がちょっと違うよね。1個のサイコロと1枚の効果を投げます。ね。まあ、1回の作業かもしれないけど、サイコロのお話とコインの話。この2つが組み合わさってるわけですよね。 どうやって計算しようみたいな。そんな話ですよ。この時、サイコロ3の倍数で効果を表が出る確率。どうやって求めていけばいいんでしょうかね。ちょっと見てみましょう。はい。まずは1個のサイコロを投げるとき。どうですかね。3の倍数が出るってのは、1、2、3、4、5、6っていう6個の目の出方があって、その中から3の倍数は、3、6、この2個。 ということで、6分の2。3分の1。大丈夫ね、うん。次、1枚の効果を投げましょう。そうすると、表か裏かの2択。そのうちの1個分。こういうふうに考えられるね。さあ、一、ああ、1枚じゃないね。1個のサイコロと1枚の効果を投げましょう。この時、サイコロは3の倍数のメガネ。 効果は表が出る。まずは書き出しましょうかね。そうするとどうですかうん ?1 の目が出ますよに対して表と裏が2パターン。2の目が出ますよっていうものに対して表と裏の2パターン。ってことで、全辞書っていうのは 6×2 で12個あるよね。 12通り。その中で、3の倍数の目が出て、さらに効果は表ってことだから、12分の2。6分の1。こうやって求めてあげることができるわけ。だけど、 まあ、書き出すの、正直めんどくさいじゃないですか。書き出せるぐらいの量だったらいいですよ。書き出せないぐらい大変になったら、計算をしていかなきゃいけないのでね。で、この時どういうふうに計算ができるのかって言ったら、この、サイコロ3の倍数、6分の2。そして、効から表、2分の1。 これをね、掛け算してあげると出てくるの。ね。この12分の2なんだけど、この12分の2っていうのは実は、サイコロは3の倍数。そして、コインは表。これを掛け算してあげれば、12分の2っていうのが出てくる。で、これね、 いつでもこうやって掛け算して求めることができるかって言ったらそういうわけじゃないんですよ。今、サイコロと効果っていうふうに結果がですね、互いに影響し合わないという、こういう状態じゃなきゃいけないんですよ。その時は掛け算できるよとえ。結果が、あの、影響しないってどういうことですかね。それはサイコロを投げました。 1>, 1の目が出ました。さあ、次、コインを投げるよ。コインを投げるときに、サイコロ1の目が出たから、この効果は、表が出やすくなるぞ。ではならないじゃないですか。ね。コインを投げました、表が出た。表が出たから、サイコロは2が出やすいぞ。にもならないよね。でこういうふうに、互いに影響を与えないとき、こういうのが独立になります。え、じゃあ、毎回影響を与えないかって言ったら、そういうわけじゃなくて、例えば、くじ引きがあったときに、 当たりが1本外れ9本。1本目引いたよ。ね。これを捨てたよ。2本目引きに行ったよ。この時、ね、1本目と2本目は、これは独立にはならない。影響があるわけですよ。もし1人目の人が当たりを引いてた場合、2人目の人はもう外れしかないから、ね、外れを引くしかないじゃないですか。絶対に外れを引くっていう状態になるわけ でも、一本目引いたのが当たり以外の外れを引いた場合は、まだ一本当たり残ってるぞっていうことで、二本目の人が9分の1で当たるっていう可能性をまだ残すわけす。だからこうやって、影響を与える思考と影響を与えない思考があるで。で、今回のこのサイコロと効果みたいに、影響を与えないものを独立って言います。他にもね、はい。まあ、ここの話ね。 サイコロ1個コイン投げましたの独立だし、サイコロ1個1回投げました。ね。で、また拾いまして、もう1回投げましたっていうふうに、1回目の思考と2回目の思考は互いに影響を与えないので、独立っていうふうになります。そして次ね、A と B っていう2つの袋を用意して、A の袋から1個玉を取り出しました。 はい。次、B の袋から1個玉を取り出しました。これも影響はないよね。A の玉を取り出して B の方に突っ込んだとかになったら話別だけど、A のところから玉取り出しました。終わり。B のところからを取り出しました。終わり。っていう風にしてあげたら、これは影響を与えないから、独立っていう風になるわけ。だからこういう独立な時には、ここに書いてあるけど、 A が起きると B が起きるっていう確率を掛け算してあげたら求めることができるよっていうものになるわけ。いいですか具体例いろいろ見ましょう。ABC の3人。今ね、さっきの具体例ではなんかこう2つの話をしてたけど、ABC ね。この3人が的当てゲームをするっていう風になって3つの思考を考えるけど、 その3つの思考を考えたとしても、2つの時と同じ。独立だったらどんどん掛け算していけばいいわけ、ねえー。4つでも5つでもそうです。じゃあちょっとやっていきましょう。ABC の3人が的当てゲームを1回行いました。1回のゲームで ABC が的当てに成功する確率がそれぞれ二分の1、三分の1、五分の一。どんどん下手になってますね。 えー、次の確率を求めましょう。3人とも成功するよっていうふうな時は、まず A が成功する確率が二分の1 2。B も成功するよってなったら三分の1 3。A が成功、B が成功っていうのは、互いに影響を与えないと考えているわけ。ね えー、A が成功したら B は緊張するからとかは別に書かれてないからね。えー、ここの部分はかけ算すればいいし。さらに C も成功するよってなったら、こういう風に計算することができるのね。掛け算していけばいいのよ。そうすると30分の1。ね。さて、今度は3人とも失敗だって。失敗の確率は書かれてないけど、 成功するか失敗するかの二択ですよね,ね。で、それを考えてあげると、A が失敗するっていうのは、全体の1から成功する確率を引いてあげるっていう、四次章の考えで求めることができる。B も同じよ、ね。1から、はい、成功する確率を引いてあげると。 1>, 1から成功する確率を引いてあげるで計算することができる。これを計算してあげれば2分の1かけ3分の2かけ5分の4。はい。約分ができるから15分の4。こんな感じね。どうでしょうか。さあ、最後。1人だけが成功する確率。 誰が成功するっていう風に言ってないね。これ自由度がありますよ。こういう風に自由度があるときどうするんでしたっけうん。固定して求めてあげればいい。A が成功するとき。A だけがね。A だけが成功するとき。B だけが成功するとき。C だけが成功するとき。これらを固定して一個ずつ求めてあげればいい。A だけって だけって言ってますからね。A だけが成功と B だけが成功は同時には起きないわけだね。こういう時は廃反だから全部足してあげればいいわけ。一個ずつ求めて全部足せばいいわけ。じゃあ、これはもう書いてあるやつ見ましょう。うん。こんな感じ。A だけが成功するとき。A だけが成功するとき。B だけが成功するとき。 C だけが成功するとき。今気づいた。成功するするとき。うん、一個消しといてください。はい。え三、ー、通りの場合が考えられ、これらの事象は互いに廃反であるから、A だけが成功するっていう確率。B だけが成功するっていう確率。C だけが成功するっていう確率。それらをすべて、 互いに廃反だから、はい、足していきましょう。で、あとは計算してね。そうすると、こうやって15分の7っていうのが出てきます、うん。どうでしょうかね。結構単純な話なんですよ。なんか廃反とか独立とかさ、なんかこういう風に聞き慣れない言葉が出てくると難しく感じると思うんだけど、それって最初だけだから。どん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 やっていくうちに慣れていくからね。 慣れって大事だよ。はい。いろんな問題やって、えー、頑張ってできるようにしていきましょう。で、終わります。今回の講座はどうだったでしょうか数学では理解していたとしても自分では解けないっていう問題がよくありますね。だから、教科書とか問題集とかを使って、類題を解いてみましょう。じゃあ、一緒に頑張っていこうね。また次の動画で。